勝じゃない方の量です。今日もお金と時間をハックしていきましょう。今日のテーマはユダヤ人に学ぶ成功の大原則、魔法のザクロという内容でやっていきます。ちなみに私は半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。お金を稼ぐこと、ビジネスなんかの原理原則にユダヤ人のストーリーはたくさん出てきます。日本の書籍でもたくさん語られています。本田健さんのユダヤ人大富豪の教えや、漫画版で人気となったバビロン大富豪の教え、これらもユダヤ人の教えから来ています。ちなみにこれは別にお金持ちを目指していない人も一度は読むべき本です。そんな今も朽ちることのないユダヤ人の学びから、今回有名な小話魔法のザクロを紹介しつつ、成功の大原則について解説していきます。そして動画の後半では、今の投資や日常生活に置き換えてみるとどうなのか、じゃあどうしていくべきなのかというところまで解説していきますので、今の状態よりももっと良くなりたいという気持ちがほんの少しでもある人は、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。魔法のザクロとは何か、伝えたい原則とは、今の社会にもたくさん当てはまる、この3つでやっていきます。まず魔法のザクロとは何かですが、この魔法のザクロという小話はユダヤ人の教えが詰まったタルムードというありとあらゆる事柄についての規範などがまとまっている書物で、1冊400ページ30冊以上という超大作です。このタルムードに載っている多くの規範を、小さな子供から大人まで理解できるように簡単にまとまった小話の一つが、この魔法のザクロというストーリーなんですね。ではこの魔法のザクロという話をものすごく手短に言うと、3人のある兄弟がそれぞれ修行に出て、10年後にまた同じ場所で再会するときに、10年間の修行の間に出会った一番不思議なものを持ってこようと言って、それぞれが修行に出ていったわけです。よし、じゃあ俺が一番不思議なものを持って帰るぞと兄弟で競った結果、一番上の兄が世界の隅々まで見渡すことができるガラスのコップを、2番目の兄は空飛ぶ魔法の絨毯を、そして一番下の弟は不思議な木のザクロの実を持って帰りました。このザクロの実は何が不思議なのかというと、大きな木にたくさん花はあるのに、実が一つだけしかなってなくて、その実が一つ落ちると、たくさんある花のうちの一つだけがザクロの実にパッと変わるという不思議なザクロの木になっていたザクロの実を持って帰ってきたんですね。そしてここからストーリーが急展開して、その世界の隅々まで見ることができるガラスのコップを覗くと、ある国のお姫様が重傷でベッドに寝ている姿が映り、これは大変だと思った三兄弟は、空飛ぶ魔法の絨毯に乗ってお姫様の元へ飛んでいき、そしてザクロの実を食べれば体調が良くなるに違いないと、ザクロの実を半分お姫様に食べさせました。するとお姫様はすっかり元気になったんですね。そしてそのお姫様のお父さんである王様がとても感動して、3人の兄弟で誰でも姫と結婚していい、3人で話し合って誰が結婚するのか決めなさいと言ったわけですね。もうスピードのストーリー展開で突っ込みどころが満載なのは置いておいて、そうするとお姫様が話に割って入り、そのお姫様が3兄弟の中から結婚相手を選びました。さあお姫様は誰を選んだでしょうか。もったいぶらずに答えを言ってしまいますが、一番下の弟を結婚相手に選びました。ではなぜお姫様は一番下の弟を結婚相手に選んだのでしょうか。これももったいぶらずに答えを言ってしまいますが、世界の隅々まで見ることができるガラスのコップはなくならない、空飛ぶ魔法の絨毯もまだ乗れる、けれどザクロはお姫様を助けるために半分失ってしまっています。つまりお姫様を助けるために犠牲を払った一番下の弟と結婚することを決めるというストーリーなんですね。いや、コップも絨毯もなかったらお姫様助けられてないじゃんと心の中で思ったツッコミはグッ
と我慢してもらって、このストーリーで伝えたい原則について、ここからさらに深掘りしていきます。では次、伝えたい原則とはですが、この魔法のザクロというストーリーで伝えたい原則は、ノーペインノーゲイン、痛みなくして得るものなしということわざですね。犠牲なくして成功はないという誰もが一度は聞いたことがある大原則です。これが魔法のザクロで伝えているメッセージなんですね。そしてこのノーペインノーゲインという言葉、個人的にすごく思い入れがあって、私は学生時代にラグビーをしていたんですけど、ラグビーをやっている時にこのノーペインノーゲインという言葉を何度聞いたか、何度連想したかわからないぐらい辛い練習や試合の度に唱えていましたね。ラグビーは前に進むことをゲインというので、ラグビーをやっている人でノーペインノーゲインという言葉を知らない人はいないぐらいメジャーな言葉ですね。なので個人的にもものすごく思い入れがありますし、この原則は体に染み付いていますね。そしてこの原則は原理原則なので、なんでなのと言われても、そうだからとしか言いようがありません。思考停止しているみたいでなんだか嫌ですが、木からリンゴが落ちるのと同じぐらいの普遍的な原理原則です。少なくとも私はリンゴが木から落ちるのを見て、万有引力の法則に気づくことのできるような天才ではないので、そうだからとしか言えません。なのでここは素直に受け入れましょうというか、受け入れてください。それに何千年も語り継がれている普遍の事実なので、ここは無理に抵抗しても何一ついいことなさそうですね。そしてこのストーリーのもう一つのメッセージは、捨てるのが先ということです。お姫様が助かるかどうかはわからない、結婚できるなんて夢のまた夢、先のことは全くわからないけど、ザクロを半分犠牲にした弟がお姫様と結婚するという一番大きな果実を得たということです。なので必ず痛みが先なんですね。何か大切なものを先に失わなければ何も得られないということです。ただ失えば OK っていうものでもないので、痛みイコール成功というわけではなく、あくまでも痛みの先に成功があるという感じですね。なのでどんな痛みを伴うのかということはしっかり判断しなければいけませんね。では最後に、今の社会に当てはめるとどうなのか、そしてどんな痛みを伴えばいいのかについて解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では、話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、将来お金に困りたくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つは、お金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、今の社会にもたくさん当てはまるですが、これは思い浮かべようと思えばたくさん出てきますよね。時間もそうです。忙しすぎる、時間がなくてできないのではなく、まず先に捨てない限り時間は生まれません。決して仕事をほったらかせと言いたいわけじゃないですが、何か新しいことをしたい、もっとやりたいと思える他の仕事をしたいという気持ちや、今の状態に何か満足していないという気持ちがあるというのなら、先に今の時間を捨てるとか、先に今の環境を変えるとか、そういった犠牲が絶対に先に必要です。毎日忙殺されていたら他のことを考える余裕もありません。これは捨てたスペースに新しいものが入ってくるみたいな感覚にも近いものがありますね。よくあるビジネス書なんかでも、目標設定はまず捨てることからなんて言われたりもします。やりたくないことや、今やっているけどやりたくないこと、ここを整理するところから始めた方がいいなんてよく言われますね。自分の感情に正直に、もうやってられるか、こんなのはもうごめんだというマイナスのエネルギーからスタートする成功者の人も多いですよね。神田正則さんの有名な書籍、非常識な成功法則なんかにも書いてあります。また時間だけでなく、人間関係なんかもそうです。挨拶されるのを待つのではなく、先に元気よく挨拶するのも、相手と開かれたコミュニケーションをしたいのなら、まずは自分が開かなくてはいけません。情けは人のためならずということわざの通り、人に与えたものが自分に巡り巡り返ってきます。また相手との共通点を探して、自ら開示して信頼関係を築いていったりすることもありますよね。もちろんこれらは直接的な痛みではないので、厳密にはノーペインノーゲインじゃないのかもしれませんが、大きな枠組みで見れば同じになるはずです。あとは先にね、弱点を見せたりなんかすると仲良くなれたりしますよね。ダメなところをさら
け出している人の方が信頼されやすかったりもしますしね。なので結構通じるところがありますね。そしてお金も同じです。楽して簡単に儲かる、サクッと簡単に絶対に儲かります。こんな痛みのないところに果実はないということです。また盛り上がりまくっている右肩上がりの株式市場も、今やらなきゃ損、こんな私でもできる、ただほったらかしでこんなリターンとあなたを焚きつけてきます。もちろんこういった意見は 100% 嘘ではないはずです。本当のこともあるのでしょうけれど、その先に果実が待っているというわけじゃないということです。そして強欲の先には必ずしっぺ返しを食らいます。ゲインを先に狙えば、その後に待っているのはペインということですね。なので投資もしっかり先に犠牲を払って臨んでいかないといけないということです。まあ言うのはものすごく簡単ですが、痛みを取り続けるのは正直苦行ですよね。なのでどの痛みを取るのかについてはよく吟味が必要です。さっきも言いましたが、何でもかんでも捨てればいいわけじゃありません。誰かに言われたり、誰かにせかされたりして捨ててしまうと騙されたりもしてしまうので、自分が何をしたいのか、どうなりたいのか、どうありたいのか、ここをしっかり整理した上で、自分自身でお金や時間や環境などのどの犠牲を払うのかを決めていく、このスタンスが大事ですので、今のあなたの状況にある大事なものの中から何を捨てるのか、何だったら捨てられそうなのか、そしてどこにどんな犠牲を払うのか、ぜひ一度考えてみて、次の新しい行動をチャレンジしていきましょう。では最後に、大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。ユダヤ人に学ぶ成功の大原則、魔法のザクロという内容でやってきました。魔法のザクロとは、ユダヤ人の人たちの長年の学びとなっているタルムードという書物から生まれた小話で、三兄弟の中で一番犠牲を払った一番下の弟がお姫様と結婚できるというストーリーです。このストーリーで伝えられる原則は、ノーペイン、ノーゲイン、痛みなくして得るものなしという原理原則であり、そしてその痛みを伴うのが必ず先ということです。ただ痛みを伴えば何でもいいわけじゃないので、どの痛みや犠牲を払うのか、ここをしっかり自分で吟味した上で自分で決めていくことが大事です。これはお金も時間も人間関係も共通する部分なので、今の状況から何を捨てるのかを考えてみて、新しいチャレンジをしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。